ああでも今のはちょっとむずいかもしれん。ああそれ俺嫌いかも。ああその真ん中上がちょっと嫌い俺。真ん中上がって悪くない。うん、これダメ、これ狙われるばい、これ狙われるばい、シンキング。あ、そう、ね、それが強い、もう高速スクリューがこれシンキングストレート、このシンキングファストとストレートのシナジーがいいっていうよりも超高速の超高速スクリューが強い。ちょっと俺も気になる床田さんとちょっと戦いたいなと思って。で、俺の視聴者さんで床田さん持っとる人おったら戦いたいんやけど。で、昔のもろくに戦ったことないんよね俺。さあ戦ってみよう。まず戦ってみらんと、見る前に。これでゲットしに行くかしに行かんかはちょっと決める。ああそんな感じね。オッケーオッケーオッケー。こいつを、ああオッケー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 。今のはもう完璧初見やね俺、初めて見た今。あの、ムー、あの、なんだ、シンキングスプリットか。ああ。うん。回転が細い方がシンキングファストね。それはね、パームはね。うん。うん。あ、タイピンチね。ありがとうございます。タイピンチね。あー今の打てたけどな、ちょっと見逃してしまった普通に。あ、めっちゃ動くじゃん、タイピンチ時。あーこれで綺麗なんぼ B か、綺麗 S とかやばそうやけどね。あ、しかもコントロール持ちなんや。しかも綺麗。まあまあまあ初見やけんな。まあまだ何とも言えんな。戦ってから初見やけんな。初めて出る球種の初見はもう本当の初見やけんね。マッスラとかもね、タイピン発動したら結構動いとったけんね、あんま慣れんね、やっぱな。うん、普通に打ち行きましたね。振らんな。ああこれ真ん中上は短くなるんよね。ああ、ちょっとそれの感覚がまだつかめてないかも。今のちょっと振りそうやった。あーでも今のはちょっとむずいかもしれん。
これ超高速めちゃめちゃ強いんかな。そしたらね、あもう落ちしたか。どうやろうな。いやまあ強いのは強いんやろうけどね。まあこのシンキングが遅いけんね、言うても。そうだけ右バッターにこの内角のストレートとか強そう。あーちょっと一瞬忘れるわ。あ一瞬忘れる。こんな感じね。ありがとうございました。まあまあなんとなくこんな感じなんやね。まあおもろそうではあるな。なんか配球所って楽しそう、その強いか弱いか抜きにして。でもやっぱり俺は早いピッチャーの方がやっぱ嫌いやね。いや去年の床田さんね、俺あんまり戦ったことないんよ ね。どっちの方が強いかはちょっとわからんな。まあでも前の床田さんは前の床田さんで強いやろうし、今の床田さんは今で強そうだけど、2体持ちするのが一番いいよ。やっぱ流行りスタリあるやろうけんな。回転で間違えるってことはないな。まあな、ランクはどうやろうな。まうん、俺は嫌いじゃない。もうピッチャー変えようとしよるやん。打たれるのが嫌で、もう自然と交代に手が伸びとるやん。それ強いわ、それはまだ分からん俺。シンカーみたいな使い方できるんやね一応。これ俺嫌いかも。あとストレートをこれいつ投げるかやね。いやシンカーはどうやろうね、別得意でもないし嫌いでもない。なんか普通配球が上手な人のシンカーは打てんけど、あこれマジで間違える。俺打ちに来るんやね、打ちに。あとシンキングファーストをなんか思い切って投げにくくない？そんなことない？俺はなんか特に、まあでも配球ってあんのかな。まあでもこれからね、あのなんかいろんななんか強い配球とかが発掘されたらかもね。じゃあちょっと超高速ノーマルプラスやりますか。うわ超高速ねこれ。あそれマジで落ち幅わからん俺。それ落ち幅が分からん俺、単純に。今の完璧やね、落ち幅的に。それ強い。それはわかる。それはわかる。あーあーあーあ
いやもう慣れたら打てるはもう全ピッチャーに言えることやけん、それはもうなしということで。うん、今のは合わせれた、大体左に動くっていう意識で持っていけた感じする。シンキングが来れば持っていけそう。やっぱでもちょっと球遅いのネックやな。シンキングやろ、うん、いやだってシンキングをさ強気に投げないかんくなるんやろ。だってシンキングスプリットを投げないかんってことは、これシンキングファースト狙われるけん、多分だって超高速してない俺がこんだけ打てるんやけん、多分しめちゃめちゃ超高速しとる人間からしたら、まあでも早っ、ねえ、シンキングファーストは言ったらホームランボールなるかもね。でもうこのシンキングスプリットの本当使い方と思う。多分まっすらと高速スライダーの投げ分けとかでも結構強そうではあるけど、うん、これダメ、これ狙われるばい、これ狙われるばい、シンキングだって超高速してない俺であのシンキング打てるんやけん。うわどうやろこれ、俺より上手い人なんかもっと打つぜ多分。ちょっと俺床田さんの配球自信あるよっていう人おらん？俺の床田マジ強えよっていう人。まあでもまだ出て何日かやけんね、そんな配球がね、上手い配球がまだ見つかってなかろうけんな。いやでもあのシンキングは絶対狙われるよ。まあでもシンキングボール球で散らしてシンキングスプリットで刺すみたいな、それもどうやかな。あ、この人シンキングファーストはもう見せ球にしか使ってねえっていうのがバレたらちょっと怖いな。だって今までですらさ、そのシンキングファーストさ、そんな強気に投げるボールじゃなかったじゃん、その他の球種とのシナジーがそこまでやったけん。じゃあシンキングファーストとスプリットの投げ分けが強かったかって言ったらそうでもなかったじゃん。だってそれが強かったらワールドスターマー君なんかね、もっとね環境にはびこっとってもおかしくなかったのに、みんなが使ってなかったってことはそういうことなんよね。あー、その真ん中上がちょっと嫌い俺、真ん中上がどんぐらいへこむんこれ、真ん中上って。なんか3個ぐらい短くなってそう。いいバッティング、ピン超高速。あ、やっぱ高速スライダー強いな。あー、それ苦手かもしれん俺。うん、慣れてないと打ち損じるのは多分そうと思う。変化量もわからんしな、初めて出る球種やけん。でもさ、これさ、どっかのタイミングではシンキングファースト投げないかんくない？そんなわことないんかな。あるっていう認識だけで強くさせられるんかな、シンキングスプリットを。高速スライダーえぐいな。あ、いいか、
これから配球が見つかり次第じゃないかな。まあでもやっぱ球を遅いと対応されるな。うん、回転が結構ゆっくり見えるけんね。やっぱ大谷くんが強い大谷くんが強すぎるな。うめえじゃん。とのまあ実際にね、今度ある大会で猛威振るうかもしれんけんね。でも多分パリーグ杯の大谷くんがもう多分群抜いて強かろうけん。まあでもそこと比べる必要って正直ないよね。別大谷くんは大谷くんで強いし、多分床田さんは床田さんで強いし。でもこれどうなん、これ昔の床田さんを大会で使いよった人はどうなん、昔のやっぱ方が強いんかな。まあでもこの床田さんはやっぱ大会で使ってみないとわからんってことなんかね。今現状なんかもう絶望感はなかったね。やっぱ球が遅いっていうのは俺なんか相手にとってメリットのような気がするんよね。やっぱあ、前シリーズの床田さん持っとる人おる。前シリーズの床田さん、前回シリーズの床田さんおる、持っとる人。一つ前の床田さん、あのストレートが動くやつ。早入ってくんの持ってますよ。早すぎやろもう言われるの待っとったやん。もう言われるの待っとったやん。スタンバっとった、絶対スタンバっとったありがとうございます。でも嬉しい嬉しい嬉しい。多分この人は相当自信があるんやろ、こっちのとこだのが強えって。なんかそういう男気みたいなの感じるよ俺。これ高速スキルやんな。あ、高速スキルやっぱ強いよ。こっちはタイピンあんのかな。あ、全出し。いや、もうその投げ分けが強いじゃん、もうそんなの。それ床田さんじゃなくてもできるくない？できんか。あー、ちょっと間違えた間違えたってなんだ。まあそれだけじゃ無理やろうけどな。対応できるね。あ、そう、ね、それが強い。もう高速スクリューがシンキングストレート、このシンキングファストとストレートのシナジーがいいっていうよりも超高速の超高速スクリューが強い、単純に。ってことはや、ってことは山田久志最強ってことやん。まあでも結局さ、この床田さんでもシンキングファースト今1球しか投げてないわけやろ。だけどやっぱシンキングファーストやっぱ投げにくいんよ。あー、このス、あー、この床田さんは高速スクリューで無双しよったんや、スピちゃんでも。あー、そうなんや。じゃあそのスピちゃんの床田さんの高速スクリュー配球知っとる人は継承せんかもね。
っちゃった。いやまあどっちが強い、まあでも高速スクリューなくなったの痛えかもな。これやっぱ速いの強いよ。俺やっぱ超高速はもう速ければ速いほど強いよ。やっぱ変化球もだけ大谷くんとか強いじゃん。あの配球されたら嫌やん俺。外角に高速スクリューの斜めかその大きい斜めかの投げ分けされて、で内角にも内角にも投げられて、で、ま、で動くストレートとシンキングでなんかちょっとごちゃごちゃさせて、もう一回内角の高速スクリューで刺すみたいな、あれはちょっと好きじゃないな俺。個人的には去年の方が強いと思ってる。まずそう思う人もおるやろうね。